いや、これはもしかしたらいけるかもしれないな。ポケモン抽選パ、ルールは簡単。箱の中から紙を6枚引き、その描かれたポケモンでパーティーを作り対戦する。ポケモンスカーレットバイオレットの発売までに抽選パで全ポケモンを活躍できなければポケモン引退。皆さんこんにちは、スイカです。今回も抽選パパーティーを決めていきます。お待たせしました。もう暑くなってきたんでね、もう今日はもう部屋着で半袖短パンでパーティー決めていこうと思います。もうね、足見たい、なんか2月ぐらいから50回ぐらい聞かされてきた気がするんで、まあ、ようやくそういった視聴者層にお答えすることができてよかったなと僕は思っています。はい、タイプルール、これは進化前回で1番とは言わんけん当たりの部類ですね。クレッピー、まあ、役割がちょっと被っている感じでしょうか。今のところはパーティー悪くはないかな。これはネクロズマの暁の翼ですね。まあ金で引いたしいいかな。ドラゴいいですね。さあ今回ちょっと癖の強いポケモンがやや多めではありますが、ビブラーバ、アタッカー枠は大体確保できてるんで、まあそれなりに今回はパーティー戦えるんではないでしょうか。体くしいけそう。対戦よろしくお願いします。今回の選出はカラナクシ、ビブラーバー、デジドラゴのこの3匹で戦っていきます。まあ今回はね、先発カラナクシで、まあ、あくびとかで展開してドラゴで、まあ、ボコボコにし、最終的にビブラーバーで、まあ、残飯処理をしていけたらいいかなっていう風に考えています。ウーラオスからか。ウーラオスは結構難しいんですよね。なぜならタスキ持ちが多いから。なんなら今の環境のウーラオスってタスキ持ちしかいないんで、カウンターを打ったとてなんですよね。だからここは、あくびでいいと思います。まあ理由は簡単で、まあカウンターで、まあ仮にタスキ残しで倒したとしても、この後ろのポケモンで起点を作りにくいっていうところがデメリットとしてあるんですよね。まあなので、あくびで押していくわけですが、まあこれがどう出るか。うん。これ引っ込めてくれるのありがたい。バンギラスかな？ゼクロム！いや、これはもしかしたらいけるかもしれないな。ここはもうおとなしくあくびをしてしまいます。でこれで相手はまあラムの実持っていない限りはどうしようもないんですが、実は相手はここ第3打を打つっていう選択肢があるんですよ。で仮にここでダブルウィングで倒されたとしても、あのレジドラゴで起点を作ることができるんで、どっちに転んでもいいんですよね。よし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 。で一番ありがたいのが第3打を打ってきてあくびね、これエレキフィールドで眠り効果活気せるからにちゃーって知るところをカウンターでアッパーしていきたいっていう、これが一番大爆アドバンテージコンボですね。はい、カラナクシはこういったコンボができたりするので非常にありがたい。そう、トリトドンは地面水タイプなんで、この第3打をして無理やりフィールドを書き換えるっていう行為をできないんですが、カラナクシだったら第3打がもろに直撃しますので、はい、この通りゼクロムにドヤ顔を浴びせるところをカウンターでやり返すことができてしまうと。いや天才だな。いやこれ強くないか普通に。これからはゼクロム狩りのカラナクシと呼んでくれ。で今の環境はなんだかんだでトリトドンがミラコカウンターを持っている可能性が割と低いので、読まれないっていうところも強いです。はい、ラグラージのミラコカウンターレベルで読まれないですね。うん、まあこれ暗黒強打で、まあ、やられてしまいますが、まあこれ十分に仕事をしてくれましたね。あとはね、まあドラゴ先生で任せてもいいかもしれませんね。ただレジュラクはね、今回ね、結構耐久に熱く振っている方でして、ザシアンの攻撃特化じゃれつくを大魔込みで耐えれる調整にしているっていう、ん？なんか弱くねって思ってる方いらっしゃるかもしれないんですけど、ドラゴってね、見ての通り HP が高いだけで耐久5倍なんですよ、こいつ。なのでまあここはまあ一回ドラゴで様子見で、結局ビブラーバーを残す理由としては最終手段として地割りが使えるんですよ。だからここはあえてドラゴを使っていくっていう感じです。はい、まあこの通り、まあ防御にちょっと振ってるって感じです。まあ HP はねもうこいつバカみたいに高いんで振る必要がないという、まあそういう魂胆です。なので、ここをワンチャンドラゴエナジー読みとかでなんか交代してくれるとありがたいんで、まあ、スケールショットで、まあ、能力値上げながら、ウーラオスを買っていくっていうのも、まあ、無難ではありますが、スケショでいいか。龍舞したところで、結局相手がね、そう、突っ張ってきたら、アドソンなんで、
まあ突っ張ってくる以外にないと思ったんですが、そんなことなかったですね。ネクロズマ、ネクロかー。まあダイマックス剣は相手に使わしたんで、まあここからはもうビブラーバで自腹で倒していくしかないかな。さあ4回でこれぐらいで、で多分このネクロは弱砲ではなさそうなんですよね。結構ダメージが入らなかったから。で、ここはもう防御力が下がった以上はこれね、もう大ドラグーンで突っ込むしかないんじゃないかな。攻撃を下げながら一発耐えることができて、なおかつ相手が朝の日差しをしてこなかったらこれ大盤で倒せる可能性出てくるんですよ。でビブラーバは正直耐久が低いポケモンなんで、まあ、どうしようもないと。で防御は実数値80で、まあ、3分の2だったらまあ60ぐらいかな、分からんけど。なので大ドラグーンでいきます。さあお口パッカーンと大ドラグーン決めていき、オッケー、ここまで削れたら十分。ちょ、ここ日差しだけはやめてね。いや、まだ日差しを打つ理由ないんじゃないかなって僕は見てるんだけど、どうですか電磁波。ああ、なんか そういう方でよかったわ。これはまあ大バーン打つしかないですね。上を取れていたらの話ですが。嬉しい。上取れてるんか。じゃあこのネクロさんどういう方なんでしょうね。もうこれもう僕半分諦めてたからね。ああもうこれ多分無理だわーみたいな感じで、急所はうまい。この急所ワンチャン有効急説あるからね。まあこれでとりあえず、ネクロズマを倒せたのが非常に大きくて、でウーラオスはまああとはもう大ドラグーンでいいかな。で防御が下がってるとはいえ、実はね皆さん、防御がね、実数値が質が低ければ低いほど、防御が下がっても実はそこまで下がらないんですよ。200からさ、100下がるのと、80から40下がるのとでは、まあ、全然増減が違うじゃないですか。だから多分、ウーロスの暗黒教団は僕は耐えれるんじゃないかなとは見ています。はい。まあ、ここはちゃんと動いてですね、まあ、大ドラグーンをちゃんと浴びせてくれたら、あとはもう、ビブラーバが、上からスカーフ巻いてるんで、自信で倒すことができるんで、まあそれが一番なのかなとは思います。お、え、あ、こっちの方が早い。カウンター打ってるもしかして。あー、まあタスキね。これカウンター打ってる説ありますね。まあカウンター打たれても、まあ僕は別にいいかな。これダメ消して結果カウンターの方が入るっていう風に考えたんですかね。実はレズラゴってこの通り HP バカみたいに高いんで、こいつの強いところってカウンターやミラコイそこらじゃ耐えてしまうっていうことなんですよね。いやだからね、マジで強いと思うこいつは。そういう意味ではミラコカウンターには強いから、そこはね、あの本当にドラゴン強いと思う。あとの耐久が高ければ完璧なんですけどね。あとはもう、攻撃をドラゴンのおかげで攻撃下げれたんで、あとはビブラーバでスカーフ巻いてるから、まあ冬打ちも多分ビブラーバであれば一発耐えてくださると思うので、まあそれで GG かな。あ、上取れてた。はい、対戦ありがとうございました。まあ、ビブラーバーね、こういう、うまいところでさっとね、美味しいところを取っていくっていうところが、まあ、こいつの役割ですから、虫けらのようにね。ハイエナしとこ。ありがとう。活躍させてくれて。対戦、よろしくお願いします。今回の選出は、先発、カナラナクシ。で、あとは、デジドラゴとクレッフィーの、この3匹で戦っていきます。ただ、相手のパーティーなんですけど、ガオガエンとザシアンは選出確定で、あとはなんか海洋画か、なんだろうね。まあその辺のなんか適当なポケモンが来るんじゃないかと個人的には予想しています。まあ今の環境、ガオガエンが非常に多いということで、ちなみになんだけど、ガオガエンってシングルだったら猫騙しって採用されやすいのか。まあそんなことないっすね。ただスーパーボール級のガオガエンってなんか普通に猫騙しやっても、おかしくないんですよね。で、ここは正直、あくび打ったところで、あの、変えられるだけなんで、ここカウンター打ちます。ダイマックスしてきたら、まあ、アドだわ。まあでも、ガオガエンはね、これ、まあとりあえず、カウンターで倒せるのはいいが、別に今回僕、ネクロズマ選出していないんですよね。だから、これはなんとも言えん。あ、宗教、こんにちは。あ、宗教はまあ別にいいかな。これ一番やばいんが、ここ、身代わりされることなんですけど、身代わり持ってるなんてことあるかな。だとするとガチで終わります。まあ、体くしは今回いい感じに、いいですね。あ、これいけたかもしれない。
いいよいいよいいよ、ここのうちザシアンは全然研磨されていいから、ここのやることっていうのはもう後ろがちょっと誰かは全然予想つかないけど、これでもう置き土産でさっさと退場しちゃって、でそっからクレフィかレジラゴ繋いでいく動き方が、まあ、僕は強いんじゃないかなとは思いますね。ボルトロスか、あれ買ったんじゃないか。じゃあこれはいけるぞ。今回レジドラゴが純速のザシアン抜き調整までしてるんですよ。で今の環境ってザシアンは最速のやつめったにおらんから、これは決まる可能性が僕は非常に高いんじゃないかなと思います。まあ、クレッピーでもいいんですけど、最悪クレッピーはまあダイマックスしなくても多分強いと思うんで、僕はまあこれで行こうかなと思います。まあ、とりあえず相手のボルトロスがめちゃくちゃ遅いということだけは分かった。うん、ボルト神社、はいはい。なので、こっからはダイマックスをレジドラゴンが決めて、あとはもう、ダイドラグーンで、ボルトロスをボコボコにして勝ちですね。いや、カラーナクシ、めちゃくちゃ頑張ったな、マジで。さあ、あとはこのザシアンの育て方次第。いやー、どうなんだろう、研磨に持ってるザシアンって、仮に陽気だったとしても、これ、じゃりつく耐えるんで、ここもダイマックスしちゃいます。はい。だとしても、まあ、変わらんかな。今回、レジラグちょっとだけ防御に振ってますからね。はい。あ、オッケー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 、勝ちましたね。はい、今回、レジラグは大バーンを、命の玉込みで、龍舞一回進めば、ザシアン飛ばせます。はい。まあ、これがね、まあ、とてつもなく強いということで、そう、なんとレジラグは、炎の牙を覚えるんですよね。だから、ザシアンでは残念ながら、止まりません。はい。で、特性竜のアギタによって、ここからさらにドラゴン技の威力を上げることができますので、ボルトロスも、まあ、今回結構耐久に熱く振っていそうな方には見えますが、まあ、全くもって、大したことはないですね。いやー、綺麗に詰めれたね。やっぱレジラゴ、強いよ。さ、まあ、ボルトロスにダイマックスは枯らされたとしても、結局のところ相手ここもう一大ウォール決めていかないといけないんですよね。で、多分ボルトロスが、ああ、レジドラゴをワンパンできる技僕ないと思うんですよね。強っ、こいつ。もうドラゴンエナジーいらないじゃん。スケールショットで十分だわ。さすが、あの、レジエレキに陰で隠れているから地味ですけど、こいつめちゃくちゃ強いわ。レジドラゴン。やりますね。ありがとうございました。